あ、こんにちは。こんにちは。国語科の北山です。どうですか、先生は最近調子は。そうですね。ちょっと疲れ気味ではありますけれども、そうですよね。生徒も、いると疲れてるようなんで、あんまり、ね、自分だけ疲れてるみたいなことは言ってもちょっと失礼かなと思いますけどね。いや、今、ちょうど定期テスト期間ですので、割と、ちょっとこう、出席できない、テストの方が忙しくて、出席できない生徒が多いですよね。テスト期間で出席できないのはしょうがないと思いますので、遅れてでも、例えば出席できなかったところをやって持ってくれば添削して返しますし、小論だけじゃなくて、その日頃の、美大、過去問演習なんかも、採点して返したり、あと各椅子にですね、やったところの模範解答は貼り付けて、セロテープで貼り付けて置いてありますから、それも使って、でなおかつ、そのなんでその答えになるのかって分かんなかったら、疑問に思ったら気軽に聞きに来てください。キャットムービーたちよろしくお願いおし願まいしす。ます。お願いします。